はい、皆さん、こんにちは。くにねむです。今日はですね、シボレーのアストロなんですけども、こういうものを買いましてね、黒染めスプレーということで、黒染めを初めてやってみたいかなと思います。で黒染めっていうのは、日本でも昔からある、ことらしいんですけども、金属にですね、化学反応を起こして、黒革とかね、黒錆とか、そういう言い方があるんですけど、表面に酸化皮膜をつけて、で、それ以上赤錆を進行させないというものなんですね。それでしたら変わるものはいろいろあるんですけども、なぜ黒染めなのかと言いますと、この黒染めで加工すれば、当然、今言いましたように赤サビの進行は防げるんですけども、それ以外にすごくこの耐久性があると、その黒革自体にですね、すごい外からの力が加わっても剥がれにくいということなんですね。で、錆びたボルトの頭とかね、今回これ知ってみたいんですけど、これはシボレーアストロのアイドラプーリーなんですけども、ベルトがかかる部分がこうね、錆びが浮いて黒い塗装を剥がしてしまってると。で、これをもう一回黒塗装するのに、黒染めスプレーを使おうかなと思ったんですね。で、最終目的は、クランクプーリーをですね、この黒染めで黒く塗りたいと思ってます。で、今日はそれしませんけどもね、ベルトの隣がすごいんで、当然ベルトは変えるんですけども、それ以外に各ベルトがかかってるプーリー類ですね。それをちょっとね、手を加えていきたいと思いまして、クランクプーリーのベルトがかかる、リブのとこですね。溝のところ、あそこの錆が結構ひどいんで、錆を全部落として、で次どうしようかなってなった時に、普通の黒い塗装をしただけですと、ベルトがかかればその塗装は簡単に取れると思うんですね。で、この黒染めというのをやってみたいというふうに思いまして、これを買ったことなんです。で、錆転換剤とかね、そういうものもいろいろありまして、よく言うのガンブルーっていうね、鉄砲ですね。金属に塗るようなものとかあるんですけど、モノタロウで黒染めスプレー安くありまして、1200円ぐらいですね。これ、1100何十円か。これ一遍使ってみたいかなと。でする前に、このボルトと、このアイドラプーリー、これでちょっと練習と、あと様子見してみたいと思います。で、うまくいけばね、このアストロのクランクプーリー、黒染めで黒く染めて、ベルトのかかりもよく、音も鳴らないというプーリーにしたいかなと思うんですね。で、今日するのはね、シボレーのアストロ、よく錆びるボルトの代表として、今回見たんですよ。このヘッドライトの上の2本。こっちはそんな錆びてないんですよね。こことここ。で、それと、バッテリーを止めてます。これです。ここはね、ものすごい錆びるんですね。で、このバッテリーを支えてる下のトレイ、お皿のとこですね。これの錆もひどくて、以前の動画で私、それ投稿してますけども、ちょうどね、水がお皿に溜まるんですね。雨が降りますと、雨の水がこう流れてね、ここからこう落ちるんですね。で、それがちょうどバッテリーのお皿の上に落ちまして、溜まって、お皿を錆びさすと。やったことは、このお皿取り出してね、錆を落として、写真ブラック塗ってなんですけど、お皿に何箇所も水が溜まるところに穴を開けときました。で、もう一つやったことが、これが効いてると思いますね。このバッテリーの背中に、ゴムのシートを貼ったんです。で、その貼り方が、マントのように、上はバッテリーについてますけど、下はお皿の外側に垂れるようにしとくと。すると、ここに落ちる水は全部ね、バッテリーのお皿には行かずに、向こう側に水が落ちるという風にしてから、バッテリーのトレイはもう全く錆びなくなりましたね。これ実は2回やってまして、1回目はただ錆び落として黒く塗っただけだったんです。それやったらまた同じように当然錆びましたね。で、2回目の時に穴を開けて、そのマントのようなものをバッテリーの背中に貼って、それでもう全く錆びなくなりました。で、ただですね、このバッテリーを固定しているこのボルト、これは錆びますね。で、以前ね、このネジボルト類の錆を防ぐということで、亜鉛のワッシャーを使ったこと、そういう動画を投稿してまして、軽自動車にそれをやったんですね。で、調子良かったんですけど、最近確認したら、やっぱりそれダメでしたね。錆びてきました。ボルトに亜鉛のワッシャーをつけて締め込んでおきますと、そのボルトは錆びないという。長持ちはしましたけど、やっぱり錆びました。で、アストロにもやったんですけども、このフロントバンパーのここのところに、下から上向いて付けられてるボルトがあるんですね。で、これもものすごく錆びます。ですからそこに亜鉛のワッシャーをかませて付けてたんですけども、やっぱり錆びましたね。どこの場所も、すごく錆びやすい場所、そこを選んでその亜鉛のワッシャーを実験的にやってたんですけど、普通のところですと十分だったかもしれないですけど、とても錆びやすい場所ですと、亜鉛のワッシャーでも、ちょっと足りなかったかなと。で、いろいろ考えて今回黒錆なんですけどね、このボルト類にも、黒染めをしてみたいと思うのと、で、ここのこのバッテリーを固定しているボルトは、下がゴムのクッションみたいなのもついてますんで、亜鉛のワッシャーは効果がないんですね。金属に張り付かないと、その電位差を利用して亜鉛の方が錆びてくれるということが効果しないんで、ここは亜鉛のワッシャー使えないんで、そういうのもあって、今回黒染めでね、どこまでいけるかなと。黒染めしますと、黒錆びが発生しますんで、赤錆を防いでくれるはずです。で、それでやっていきたいと思いますね。錆転換剤でもいいんですけど、あれはやっぱりこういう、ボルトですと上にソケットをつけてね、ぐるぐる回すときにもうそれ自体が剥げてしまって地金が見えたりもしますんで、やっぱり取ったりつけたりするようなビスボルトは錆転換剤ではちょっと足りないかなと。で、今回うまいこともしいきましたら、このカウルトップを留めてるね、10本ぐらいあるビス。ものすごいよく錆びるんですよね、ここ。当然雨が直接で、水が抜けないで溜まるような仕組みになってるんですよ。例えばここを見ますと、ここにね、ビスが1本、2本とあるんですけど、ちょうどくぼんでね、ここ水が溜まるような形になってるんですね。で、こういうとこ、ここなんかでも今でも水溜まってますけど、雨で。このまま置いとくと、そこに金属のビスがあれば、必ず錆びてくると。今回の実験でうまくいきますと、このカウルトップのビスも、全部ね、黒塗装を剥がして、黒染めしたいかなと思います。初めに言ってた通りね、最終目的はクランクプーリーです。それを黒染めでね、いい状態を保てたらなと思いますけど、今回の実験の結果を見てのこととしたいと思います。はい、それでは、こちら側のヘッドライトの上の2本のボルトと、このバッテリーを留めているボルトの合計3本外していきたいと思います。はい、3本外れました。いい感じに錆びてますね。もうここなんか絶対錆びるとこです。これもう何回も磨いたり錆び取ったりしてるんですけどね。あっという間に錆びる場所ですね。これも。で、これはアイドラプーリーですけどもね。アイドラプーリーっていうのは、中のベアリング交換したらこれ何べんも使えますんで、私2つ持っていてね、まあ、ダメだったらすぐ交換できるようにしてるんですけど、ここの黒の塗装の剥がれ、これはね、なんか塗ってやらんとダメなんで、今回黒染めスプレーをすると。だこの合計4つですね、サンドブラストで1回きれいにして、そして黒染めのね、スプレーをしていきたいと思います。はい、それではサンドブラストを当てていきます。黒染めスプレーですけども、まあ、使い方ということで商品に書いてあるんですけども、まあ、きっちりきれいに掃除をして、で、脱脂をして、そして吹きつけてくださいということです。で、有名な黒染めですと、スーパーブルーというね、商品があります。まあ、あれは、こういうスプレーのね、黒染めではなくて、まあ、布に取って塗るとかね、筆差しで塗るとか、まあ、そういうものですね。で、液体自体は半透明、ちょっと青みがかっているのかな。で、金属に塗りますと反応して、黒皮ができると。で、その後磨いて仕上げるというものみたいですけどもね。私が使うこの黒染めスプレーは本当に塗料のような感じで吹きつけてそれで終わりというものです。まあ、値段も安いんですけども、まあ、そういう簡易的な黒染めということで多分仕上がった後の耐久性とかもね、まあ、スーパーブルーとかとは全く違うと思います。で、スーパーブルーという商品ね、私も欲しかったんですけども、なんか今も手に入らないみたいです。中の成分の一部が薬事法か何かに引っかかってるみたいで、まあ、正規に日本では今売れなくなっているかなんかそんなんですね。まあ、eBay とかで、まあ、個人的に買うことはできるみたいなんですけども、まあ、その正規というかね、日本の代理店さんで買うことはできなくなっているそうです。で、まあ、似たような商品で、まあ、日本のメーカーが出しているもの、まあ、他にいろいろありますんで、まあ、そういうものはこれから試してみたいなとは思ってます。有名なやつで言いますと、シャイニーブルーかなというのがありますけどね、まあ、そんな高いものではないんで、まあ、このモノタロウの黒染めスプレーが、まあ、ダメでしたらそっちを試そうかなとも思ってます。で、今サンドブラストでボルトの方からどんどん磨いていってますけども、このサンドブラストが私のやつはね、まだ未完成というか少し手を加えた方がいいのかなと思うのがですね、すぐ曇ってしまうんですよね、このスクリーンが。で、これはサンドブラストの上の、まあ、覗き窓というかね、まあ、上の透明の部分ですね、そこにこうカメラを置いて録画してるんですけども、で、ここがすぐサンドブラストがこのスクリーンにも当たってすりガラスのようになってしまうんですよね。で、まあ、いろんな人によってね、工夫してされてるみたいで、で、このサンドブラスター自体買った時にそのスクリーンのカバーですね、透明のカバーのようなものが3枚か4枚ついてました。ですからやっぱりこのスクリーンがすりガラスのように曇ってしまうというのを想定してるんだと思うんですけども、まあ、人によってはね、もうここになんかサランラップ、ラップを巻いたりとかね、もういろいろなんかやってるみたいですけど、私は荷造りテープ、透明のね荷造りテープをこうスクリーンに貼って、でちょっと曇ったらもうそのテープ剥がしてまたテープを貼ると、そういうことをやってます。でね、いろいろ試してみたんですけども、まあ、コスト的なことを考えて結局それが一番いいかなということでやってます。それでもやっぱりこの画面ね、えらい曇ってます。粉塵はクリーナーでどんどん吸い上げてますんで、粉塵は待ってもね、まあ、すぐに落ち着くんですけども、今アイドラプーリーをショット当てていってます。でこのプーリーの黒い塗料というかね、これは何なんでしょうかね。もともとついてる普通の何と言いましょうか、シャシーブラックみたいな塗料なのか、まあ、黒染めのようなものではなさそうですね。おそらく純正の本当に GM が使ってるプーリーの塗料っていうのはもう少し頑丈なものかなと思いますけども、この社外品のプーリーの塗料は本当に脆いですね。まあ、車につけて、まあ、ほとんど車乗ってませんのでね、時間は経ってますけども、それで簡単に塗料が剥げてそこから錆びてくるということで、やっぱり純正部品が耐久性があるのかなと思いますね。まあ、とはいうものの、何でも純正部品を買うことができるほど裕福ではありませんので、まあ、結局、まあ、私のようなものは社外品に頼るしかないということでね、まあ、こう何か工夫をしないと維持できないかなと。ということで、このね、アイドラプーリーももう磨き終わりますけど、ちょっと動画の方がね、この先長くなりそうなので、まあ、今回はここまでとしまして、また続きはまた別の動画でまた投稿していきます。それでは最後まで見ていただいた方、ありがとうございます。またこの続きもよろしくお付き合いをください。それでは。